リス駐韓米大使が韓国に激怒。行事を次々とキャンセル。がネットで話題。内容はこちら。ハリス駐韓米大使が韓国の行事を次々とキャンセルしているようです。では記事の一部を引用しご紹介いたします。韓国政府による韓日軍事情報包括保護協定 GSOMIA 破棄決定の後、韓米対立が強まる中で、来月4日から6日にかけてソウルで開かれるソウル安保対話 SDD に米国政府が不参加を決めたことが29日までに分かった。今回も韓国国防部はランドール・シュライバー国防次官補の出席を強く要請したが、米国側は日程上の理由で参加は難しいと通知したと伝えられている。ハリー・ハリス駐韓米国大使は29日に予定されていた在郷軍人会の小生講演や対外経済政策研究院 KIEP 主催の行事出席を相次いでキャンセルした。ハリス大使は前日韓国外交部に呼ばれてジーソミア破棄に関する不満の表明の自制を要求された。外交関係者の間からは事実上招致されたことに不満を表明するものという見方が出ている。そりゃ普通に考えてこうなりますよ。ジーソミア懸念自制というありえない要求をアメリカにしてしまったのですからね。アメリカが切れるのは当然です。では次にネットユーザーの声の一部をご紹介いたします。まずはこちら。ハリアンブチギレ。このキレ具合は結構やばいんじゃないですか、韓国さん。次はこちら。米軍撤退まで行くかな。米軍撤退フラグ立ったか。これは帰る準備始めたな。トランプ大統領の発言といい、ハリス大使の切れ具合といい、米軍撤退ありえるかもしれませんね。次はこちら。韓国の1ヶ月後が予想できなくなってきたな。1ヶ月後韓国は新たな問題を作ってそうな気がします。もうこうなると誰にも予想できませんね。次はこちら。米韓同盟より反日を優先したツケだな。まだまだこれからだろう。ムンジェインは今現在韓国国内で起きている様々な問題から目を背けるために反日を強化しているのでしょうか。もしかすると突然発表されたパククネの実刑破棄もそういうことなのでしょうか。最後はこちら。勢い余って喧嘩売っちゃいけない人を怒らせちゃったか、ご愁傷様。元米軍司令官怒らせるとか狂っとる。韓国は先を見通す目がないのでしょうか。もしかすると今回の件も感情優先で先走った結果なのでしょうか。さすがにアメリカを怒らせたのはやばいと思います。結論。日本を怒らせ、アメリカを怒らせ、北朝鮮を怒らせ、韓国国民を怒らせ、まさに究極の八方塞がり状態の韓国。来年韓国という国は一体どうなっているのでしょう。全く想像ができません。ご視聴いただき誠にありがとうございました。まだチャンネル登録がお済みでない方がいらっしゃいましたら、チャンネル登録していただけますと今後のチャンネル運営継続と質向上のための励みになります。ぜひこの機会にチャンネル登録のほどどうぞよろしくお願いいたします。